皆さん、こんばんは。加藤啓太、オフィシャル YouTube です。今日は2024年1月1日です。本来なら、新年の挨拶を動画でしたかったんですが、今日の16時10分に石川県能登地方で最大震度7の地震が発生しました。僕は地震が起きた時に実家で寝ていました。地震のアラームが鳴って飛び起きました。実家でも大きな揺れがありました。僕の体は固まってしまいました。石川県や富山の人たちは もっと大きな災害に見舞われています。なので僕は挨拶を控えました。今年もよろしくお願い申し上げます。僕がやれることがあればやっていきます。今日はこのような動画になってしまいましたが、これからも加藤啓太オフィシャルチューブは皆さんに必要な動画を出し続けていきますので、よろしくお願い申し上げます。2024年1月1日元旦加藤啓太でした。